それじゃあ早速溶かしたバターにお砂糖と卵黄を入れて混ぜます。そろそろ茶葉を入れます。たっぷり混ぜてまとめます。冷やした生地を伸ばしたらいよいよクッキーの型を取ります。セーフ。クッキーの型はこっちだよ。あとは焼くだけね。まるで食べ物だぞ。よかった。